になったことは料理です。昔はパパの手伝いでやっていたけど、パパに教えてもらって今では一人で料理が作れるようになりました。今度一人で作ってみたいのは味噌汁です。こんにちは、ワタックス Vlog の白石です。まあ、今日はね、ちょっとね、いろいろ話をしていくというか、まあ先日ですね、うちの子がですね、まあ二分の一成人式っていうのがあったんですよ。どのぐらい前だろう、割と前というか、まあもう今春休み入ってるんで、春休み前だから、3月の頭ぐらいかな。まあ最近は割とどこの小学校でもそれやってるみたいなんですけど、成人の二十歳から半分のところで、一回まあ、中締めみたいな感じでね、成人式や、まあ成人式っていうか、そういったイベントを学校内でやるんですけど、まあ、ちょっとそこに、まあ、見に行ってきて、それ自体はね、その本当に学校の中のちょっとした催し物だったんで、割とあっさり終わったというか、まあ事前にその写真を持ってきてくださいとか、まあ本人がなんか、いろんな文章をまあ考えたりとか、いろいろやってたんですけど、まあそれが終わって、今春休み期間なんですけど、終業式のあたりで、ちょっとね、この手紙をですね、まあ、持って帰ってきたんですね。で、これがですね、まあ、10年後の自分にっていう風な手紙で、まあ昔で言うとタイムカプセル的な感じかな。まあ、それを、まあここの中に書いて、あってですね。で、まあ今日はちょっとそれをですね、まあ読んどこうかなと思います。まあなんでかっていうと、一応これね、うちの子供から取っといてって言われたんですけど、多分僕の予想だと紛失しそうな気がするんですよ。家の中でどっか行ったとか、もしくは間違って捨てちゃったとかっていう可能性があるので、まあさすがにそれだとね、まあ自分の不注意かもしれないけど、もう目も当てられない状況になるから、だったら、まあせっかくね、もう、平成も終わりに近づいてるし、年度末だし、まあこれね、ちょっと読んで動画にね、残しておきたいと思います。で、まあこれちゃんとね、封で閉じてる、まあ閉じてるので、これ一回開けるとちょっと厄介なんだよね。うまく開けれなかったから、もうこれ、バレたらもうそこまでなんですけど、まあ、これね、うちの子の名前が書いてあるから、まあ、うまく読んでいきますわ。10年後の自分へ。10年前の自分です。こんにちは。今10歳の自分が好きなものは動物です。今家では3匹の猫を飼っています。名前は翼、銀、ミルキーです。夢中になっていることはスライム作りです。10年後にないかもしれないので作り方を書いておきます。未来でも作ってね。スライムの作り方、洗濯のりを作りたい分だけ入れます。水をのりの半分よりも少なく入れます。で、絵の具で色をつけてドラッグストアで売っている放射を入れます。混ぜると固まります。ストロービーズ、ラメなどの飾り付けをします。そして完成です。頑張っていることは、アートスクールでの工作です。で、未来ではもっと工作や絵が上手くなってるといいです。で、10年後の自分へ、私は10年後の自分に元気で明るく優しい人になっていてほしいです。動植物に関わる仕事をしていると嬉しいです。獣医や飼育員や、植物研究などになっていると嬉しいし、一匹でも多くの動物の命を救ってほしいです。ということがね、まあ書いておりまして、で、まあもうこれ持って帰ってきた時に僕と奥さんまあ見たんですけどね、まあ感動しましたよ、本当に。まあ10年っていう一つの区切りでやっぱいろいろ思うのは本当早かったなって思うし、まあ生まれてから育つまでね、まあ最初のね、半年ぐらいは本当めちゃめちゃしんどい時期もあったんですよ。まあ、僕も奥さんも結構割とギスギスしてた時期で、まあ、それはなんでかっていうと、その子育てがやっぱ初めてだったから、やっぱお互いわかんないし、
仕事との折り合いも当然あるから、まあ、いっぱいいっぱいになることもあって、まあ、喧嘩することもね、まあ、頻繁にあったんですけど、まあ、やっぱ半年過ぎてからそのうちの子がね、割とその睡眠を取るようになってくれたり、その育て方のバランスっていうかね、なんとなくあの感触がつかめてきたから、まあ、良かったとは思うんですけど、まあ本当ね、早かったしね、ここまでね、まあ、何があの僕と奥さん感動したかっていうと、やっぱりそのまあ、今もその動物とか植物とかなんかいろんなその生き物に関わるものが好きだったりするんですよね。で、本当なんだろう、命を大切にするような子にね、まあ、育ってくれてるんで、まあ、我が家は例によって猫3匹いてうろちょろしてるはいるんですけど、まあ、本当ね、やっぱりそういった動物愛護の精神というか、なんかそういったのがね、すごく感じられて、いやー大きくなったなって思います。で、本当にもうこれから折り返し地点にもう今来てて、僕らの、まあ、子育てのあと10年で、まあ、終わりなわけなんですけど、まあこれから本当ね、進学だったりとか、その本人の進路っていう部分で、いろいろ頭悩ませなきゃいけない時期にも来るし、一番はやっぱ、まあ、うちの子自身が決めていかなきゃいけない時期だと思うんですよ。まあ、将来何やるかとか、どういった仕事をするかとか、まあ、そこもね、やっぱいろいろあると思うし、まあ、友人関係とか、その学校のことだったりとか、まあ、私生活もいろいろ悩みもやっぱ出てくるとは思うんですよね。で、そういった時に本当、まあ、僕とか奥さんがどれだけやっぱ親身になってやっぱ話を聞いてあげたりとか、まあ解決するのは結局自分の中で消化するのは本人だと思うんですけど、まあどれだけね、手助けになれるかなっていうのがポイントかなと思ってます。本当今日今この動画撮ってるのはね、10年後に、まあうちの子がね、この動画見てくれてるかどうか分かんないですよ。まあそもそも YouTube 自体の存在がどうなってるかも分かんないから、もしかしたらその見ないかもしれないし、ただその僕とか奥さんの意思としては、まあやっぱ最後はね、最後、まあ僕とか奥さんにやっぱ頼ってほしいし、家族でその全力でやっぱね、うちの子にやっぱサポートしていきたいと思うから、まあ本当ね、これからもね、本当いい子にね、育っていってほしいと思います。今はね、やっぱ割とべったりで過ごしてくれるというか、例えば、まあ、一緒にキャンプ行ったりとかもそうだし、普段どっか出かける時も一緒なんだけど、だんだんこれからね、その友人関係とか、それこそまあ恋人とかね、彼氏とか、まあ、彼氏みたいなのできたら、やっぱもうそっちの方にやっぱ思いっきり置いちゃう時期も来ると思うんですよね、思春期に入っていったら。まあそれはそれかなと思うんだけど、やっぱり本当にこれからっていうか、そのこれからっていうかあれだよね。もうその20年後、今この動画をもし見てるとしたら、少しでもやっぱ感じてほしいのは、パパとママは、まあ、最後まで味方でいるから、なんか困ったことがあったら、遠慮なく頼ってほしいかな。まあ、変わらずだとは思うんだけどね。本当に今日はそんな感じの動画です。いや、本当ね、こういうのってね、まあこういう動画を本当撮るかどうかっていうのはちょっと悩んだんですけど、ただね、やっぱ、なんかこういう YouTube とかそういった媒体でやっぱり自分の思ってることとか、その記憶として、まあ今この Vlog やってるのもそうなんですけど、やっぱ記憶として、残しておきたいから、まあ後になってね、あの時撮っときゃよかったなっていう風にはやっぱなりたくないから、まあ、ちょっとこういう形で動画を収めさせていただきました。というわけで今日は以上になります。まあほんとね、10年後どういう風になってるかね、僕ももう奥さんもまあ楽しみだろうし、まあうちの子がね、ほんとどうなってるか、今からね、楽しみにしたいと思ってます。 あとはあれだな、まあ、僕も奥さんもそろそろ
だんだん年取ってきてて健康にも気をつけなきゃいけないねってちょっとずつ話してるから、まあ、本当ね、お互い10年後いい形でね、いい形で楽しく、まあ、今も今と変わらず楽しくこれからも一緒にね過ごせていきたいなとはね思いますんで、もしこれね10年後見たら、まあパパとママはねそんなこと思ってたってちょっと感じてほしいです。じゃあ今日は以上になります。それではまた。